はい、始まりましたダンサートーク、ダンサー好きママダンサー MC のさやねです。よろしくお願いします。今回の動画は視聴者さんから出張レッスンのオファーが来ましたよー。ありがとうございます。働きますはい、なんとですね、3年間この無償で配信し続けてた YouTube チャンネルなんですけれども、初めてですね案件が来ました。はい、ちゃんとチャリンチャリン、よろしい話、ちゃんとチャリンチャリンお金になりですね。あの、お話が来まして、というのもまあ私ね、もちろんダンサーですので、ダンスレッスンをね、やればもちろん、お金をいただけるわけでございます。振り付けだったりとか、ダンスインストラクターでダンスをね、教えれば、もちろんね、お金いただけるんですけれども、そこになかなか集客ができないっていうところでね、ずっと悩んでたんですよね。私も2年間ちょっとダンス教室とか、やってみたことあるんですけれども、全然集客ができなくて、パターンでしまったんですけれども、YouTube をずっと見てたんですっていう方から、ちょっと、Instagram の方と、あと、LINE 公式アカウントの方からね、ちょっと DM いただいたので、愛知県の方らしいんですけれども、初めてちょっとさやね出張レッスンにね、ありがたく行かせていただこうかと思います。このチャンネルではですね、ダンスに関わるゲストをお迎えしたゲストトークというコーナー、こちらですね。あと、結婚出産後のダンス人生悩んでる方はですね、結構ママダンサーさんもたくさん出られてるチャンネルになりますので、再生リストでママトークっていうところを開いていただけると、ぜひいろんなね、ママダンサーさんが、現在のお仕事のやり方をシェアしてくれてるので、ぜひですね、皆さん参考にシェアハピしてもらえれば嬉しいなと思い続けてます。ダンス好きチャンネルです。私はですね、さやねと申しまして、私も、2人子供いるんですけれども、小学校5年生の男の子と幼稚園年長さんのね、女の子を育ててる2児のママでありながら、まあ、今年からパートも始め、パートをやりながら、でもダンスも大好きなので、コツコツね、こうやって YouTube チャンネルでダンス情報を発信したり、あとそうやってね、お仕事が来たら、バックダンサーやったり、レッスンやったり、なんていうことも続けて、ダンスもね、させてもらってるっていう形の活動をしております。ぜひ、ダンス好きの方いらっしゃいましたら、こちらチャンネル登録とグッドボタン、高評価、そしてぜひ、どうもね、コメントもお寄せいただけると、さやねとっても励みになりますので、よろしくお願いします。というわけでですね、今回も本当にありがたいことにオファーいただいたということで、ですね、その DM が届いたんですよ。ダンサートークの LINE 公式アカウントっていうのを持ってるんで、そちらの方にも、もちろん誰でもね、登録無料でできるんですよ。ぜひ登録してください。お友達追加してもらったら、こういう人と対談してほしいなとか、出張レッスンのそういうね、ご相談だったりとか、あとオーディション情報のね、こういうのって、まあ、ユニバのもともとダンサーだったので、こういう時、さやねはオーディションでどうしたんですかとか、いろんなね、ご質問コーナーじゃないですけど、好きにね、私と LINE でやり取りできるっていう、そのアカウントがあるんですけども、そちらの方からね、気軽に皆さんもどんどんメッセージ送ってほしいんですけれども、そちらの方からも連絡来てましたし、あとはインスタグラムの方の DM にも、メッセージをいただいてました。ちょっと読んでいきたいかなと思います。暑いな。夏本番ですね。でもさ、扇風機つけたらね、ガー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 音がうるさくてさ、編集の時に大変やから、ちょっと扇風機なしで汗だくで頑張ります。 DM の内容をご紹介しますね。はい、はじめまして、こんにちは。現在愛知県でダンス教室をしているものです。さやかさんの YouTube やインスタを見て、私の教室の子供たちにぜひさやかさんのレッスンを受けさせていただけないかと思い連絡をさせていただきました。大阪などで現在レッスンやってるのでしょうか。お返事お待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします、ということで、みたいな。あ、これはオファーが来ていると思って、出張レッスンかと思ってね。で、ちょっと、まあ、私のメールの、仕事用のメールの方からね、ちょっとラリーを何回かさせてもらったんですけれども、初めましてなのでね、ネットからご依頼いただくときって、ずっと昔からしてるっていう方ではないので、ちょっと何個かね、メールの方から質問をさせていただきました。一つがですね、まあ、教室のね、ホームページ、SNS などあればぜひ、教えてください、送ってくださいっていうご質問に対しては、スタジオのホームページ、チラシ、インスタなどは作っておらず、口コミで少しずつ生徒を集めている最中です。愛知県の方で、またね、住所は送ります。ということでいただいてて、テーマパークのダンス教室っていうことですね。さやねにワークショップしに来てほしいと思った理由は何でしょうかっていうことでね、質問投げたんですけれども、まあ、元ユニバダンサー、USJ ダンサーという肩書き、経歴と人柄ですと、母でありながらユニバーサルでも踊ってるにもかかわらず、ディズニーダンサーのね、夢を諦めなかった姿、いろんなダンサーさんに
オープンに話をしたり聞く姿勢に心が打たれました。ディズニーダンサーはたくさんいますが、ユニバダンサーは少なく貴重だなと感じておりますと。テーマパークダンス教室としてやってるんですけれども、そちらの愛知県の方に来ていただけたら嬉しいですということですのでね、うん、こうやってまあメールのね、 DM からメールでラリーして、あ、すごいなんか明るそうな、面白そうな可愛らしい方だなって文章で人柄が読み取れたので、ちょっと LINE の方にもね誘導して、ちょっと LINE の方でね、そこからさらに何回かラリーさせていただいたんです。5月ぐらいにねオファーいただいて、今撮ってるの7月なんですけれど、本当に2ヶ月前にオファーいただいて、でちょっとこう隙間時間でちょっとラリーさせていただいてたんですけれども、うん、本当になんか人柄が私も伝わったので、あ、じゃあこう信頼してちょっと視聴レッスン行ってみようかなと思いました。しっかりされてますね。うん、私なんて SNS 毎月 SNS で、ダンス教室やってますって発信して、さらに毎月三軒茶屋でね100枚チラシ配ってたけど、それでも集客できへんかったのにさ、ちゃんと口コミ、お声掛けだけで生徒さんはちゃんと集客集められてる、すごいね。そんな片手間で SNS で集客できへんで嘆いてたけど、やっぱね、これ泥臭く一人一人お声掛けして、泥臭くね教室やってらっしゃる方が信頼されてね、集客できるんですね。ちょっと私もいろいろ学ばせていただきたいなと思ってますけれども、うん、とっても楽しみです。というわけで、もう明日なので、まあ、USJ 以外でもいろいろダンスのお仕事してきたので、その知識とか経験とかをこの愛知の子たちに伝えられるように、ちょっと今日いろいろ準備して、最終準備してきたんですけれども、振り作ったり内容作ったり、いろいろこうね、皆さんにいい時間にしてもらえるためにいろいろ準備して頑張ってきたんですけれども、最終チェック、自分の体調も今日整えて明日に挑みたいと思いますので、ちょっと明日はまたこれオープニングトーク撮ったら、次飛んで出す動画はちょっともう新幹線に乗るぐらいから行ってきますみたいな感じで、ちょっと初めてちょっと Vlog 風みたいな感じでね、興味ないかもしれんけど撮ってみようかと思いますので、ちょっと今回長い動画になるかもしれませんが、ぜひですね、すごいこのね、私より全然年下で、しかも地方でダンス教室を口コミだけで集客されてるっていうことですので、ダンス教室を運営してる部分としては私よりも先輩だなと思うので、ぜひこちらの動画最後までご覧いただいてね、この教室の雰囲気とかも楽しんでもらえればいいかなと思います。本当にありがたい。では明日行っていきたいと思います。はい、というわけで次の日になりました。おはようございます。今日は次の日の日曜日なんですけれども、品川駅の方に到着しますので、これから新幹線に乗って、愛知県の方に行きたいなと思います。しかし暑いですね。めちゃくちゃ暑い。今日もね、すっかり晴れて、夏休みって感じなのでね。しかし新幹線乗るのちょっと久しぶりかも。なんか冬の中に懐かしいというか、私ね結構長男が0歳何ヶ月あれ10ヶ月ぐらいからね、3歳ぐらいまで毎週ね、こう大阪に帰って、大阪の専門学校 の, ダンス講師を、ね、してたので、毎週大阪に帰ってたんですよ、子供連れて。でベビーカーにね乗せて、もう大荷物ベビーカーと息子と、あとダンスのレッスン着、靴、パソコン、音源、あと息子がさ、まだ赤ちゃんやから、ミルクとあとおむつとかも全部乗せて新幹線にうわーって乗り込んでたのがもう毎週だったんですよ。だからすごいそれをね、なんか思い出す駅ではあるんですよね、品川駅。なので、まあ、夏休みなのでね、多分こう家族連れ、ちっちゃい子連れちゃんももしかしたら多いかなと思うので、当時の私を思い出して、もしちっちゃい子いたらよしよしにしてあげようか思います。というわけで、でも今回は一人で新幹線乗れますので、ちょっとゆっくりね1時間ぐらいで着くと思うんですけど、そう、一人で乗るのでゆっくり過ごせるかな思っております。はい、では暑いですけどもね、久しぶりの新幹線乗って行きれていくので楽しみにしていきたいと思います。というわけで、豊橋駅というところに着きました。ちょっと初めて新幹線で、私いつも新大阪行ってたんで初めて着いたんですけど、
あの豊橋駅というところらしいです。で、私はですねこれからタクシーでそのダンススタジオがあるところに向かおうかなとは思うんですけど、まだねあのレッスンまで、1時間ちょっと時間がありますので、ちょっとこちらで、お昼ご飯食べてから行こうかなと思います。でもやっぱ暑いのと若干緊張してるのか、なんかあんまりお腹空いてないんですよねでも食べないとレッスンが午後からね2時から、2レッスン今回お願いされてるんですよ。入門とあと初級と経験者の方と2レッスンやるからバテるよね食べなと思って、ちょっとサラダでもいいからちょっと何かしらを豊橋駅で食してからタクシー乗ってスタジオの方に行こうかなと思います。めっちゃええ天気、ね、早くみんなに会いたいですか。はい、では愛知県のダンサーの皆さん待っててください。はい、今ねタクシーの方乗らせていただいて、スタジオまでね向かってるんですけれども、ちょっとタクシーのおじちゃんが面白すぎてすごい愛想のいい方で、なんか東京に住んでたこともあるみたいで面白い方なので、すごいあのタクシーにちょっと 2,30 分乗るかなと思ってたんですけれども、楽しく、迎えそうだなと思います。では皆さん待っててください。向かってます。はい、というわけでスタジオの場所に着きまして、ちょっとタクシーのおいちゃんめっちゃおもろかった。なんかあのずっとボクシングのチャンピオンで後楽園で戦ってたんやでみたいな話をねずっと聞いてた。愛知の人面白いですね。で地元は愛知ですということで、はい、で着きましたんですけれども、では早速ねお邪魔していきたいと思います。あ、かわいい、かわいい、見てすごいかわいい、なんかほんまにテーマパークのスタジオさんって感じでね置いてますけれども、お邪魔していきたいと思います。めっちゃ涼しい、お邪魔します。今ねオファーをあのくださった方が今いらっしゃるんですけど、ちょっとあのお顔出しがちょっと恥ずかしいということなのでも慣れてからがいいかなということなので、ちょっとお顔つかどうかは後でちょっとお話ししてから撮らせていただこうかなと思います。とりあえずスタジオの方に着きましたので、これからいろいろねあの打ち合わせしてから、やっていきたいなと思います。お願いします。右足から出して、さあ、右、左、くるん、は、上半身、これ O つく、O、アルファベットの O、そう、おにぎりになったら O じゃなくなっちゃう、O つく、そう、そしたら O、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 そう、ずっと手を。時間はないよって言ってるから、時間ないから。
せーの、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。拍手。さよなら、さんにタッチで終わりましょう。タッチ、写真撮る、みんな。あ、タッチ見たいね。みんなで写真撮って、みんな撮ってさ、おしまいにしよう。飲み物もあって、ありがとうございました。最初のポーズ良かった。
けど、なんだろうね。あれは強そうなポケモンだったのかな。テラスターだって。アミノ小4から中1ということで、小6の時に卒アルに書いてたのがプロダンサーになるとか、ミュージカルに入るって書いてたのね。でも当時ユニバーサルスタジオがまだできてなかったから、ミュージカル女優とかを書いたんだけど、中学校卒業する時はダンスに関わる全てのお仕事をやりたいって書いたのかな。13の時に。15年後の自分にみたいな手紙を書いたわけよ。ダンスに関わる仕事を全てやりたいって書いて、本当に私はまあ大阪だったので、コンテストのマスだったので、あのバトルコンテストの優勝も取ったし、専門学校卒業したテーマパークでも働けたし、で海外で鍛えて、ダンス映画に出てた人に会いに行ったりもしたし、でその海外のダンサーを一緒に思っちゃったけど、受けに行ったり調整もできたし、東京で爆弾させたいって思ったら、東京で高田久美さんとか、ドリームカンプルさんとか、数学ダンサーも実際にできたし、っていう。その叶えていった夢、まあ、他は、まあ、振り付け師がしたいとかもやってしまった、その先生もやったし、私本当に、ほぼほぼやったんじゃないかな、このダンスに関わる仕事。っていうのを、小学中3年も決めてて、それに向かって、あ、じゃあこんな練習しなきゃいけないから、この先生のところ行こうとか、一個一個、一年一年なんか足りないですけど、先生足りなくて全部叶えていったから、強く思ってる瞬間に行動すれば、私は叶えられてきたから、毎年毎年。だからみんなも今もしやりたいこととか楽しいこととか見つかりたいっていうのがあったら、本当に一個一個のレッスンも今日受けたみたいな集中力で受けてあげると、ジャンスが掴けるぐらいのスキルにどん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 上がるスピードが速くなると思うから、もうとにかく最初思いを決めちゃう。私はこれをやりたいっていう、私はこれが好き楽しいっていうのを決めたら、もう集中、そこに集中してやって、受験勉強の時は受験勉強キャッてやって、ダンスの時間の時はもうこの1時間半に集中してやるっていうのをもう切り替えてやるといいんじゃないかな。まあ、私の経験したことしか伝えられないけど、一応そうやってこう考えたかなっていうのをちょっとお伝えしておきます。みんなと同い年くらいの時に考えてたりとかで伝えてきました。はい、でも終わります。最後、お写真だけいいですか。すいません。というわけでレッスン終わりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。言ってカメラ撮ってくれてるのがですね、今回来た愛知県のダンス教室ですね。そちらの代表で、あれ私にもね直接その DM をくれて、あのレッスンしに来てくださいってご連絡いただいたちょっと代表のね先生の方が撮ってくれてます。ちょっと声の人はやっていただくのでよろしくお願いします。全然ねなんかこう笑顔が素敵やから出てほしかったんですけど、なんかあの声の人で大丈夫ってことだあ、そうじゃあさよねだけ撮りますけど、よろしくお願いします。すいませんみたいな感じで、お疲れ様でした。本当めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。可愛かったですね。子供たちも。小学生、はい、2年生から本当中学校1年生までかな、はい、受けてくれてツイレッスンやったんですけれども、うん、本当にみんな可愛らしくてね。東京にはないこののどかな感じ。はい、山もあり。田舎ですよね。あれ川？海でも広い。あ、川ですね。川か。はい、でっかいかな。なんか自然に囲まれたね、はい、とこで。本当に私も初めてなんか来た場所だったんですけど、はい、景色見ながらね、ああ、いいとこやなって癒されながら来ました。ありがとうございます。はい、今回本当呼んでいただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。改めて、はい、なんでねオファーしてくださったきっかけだったりとか、はい、教えてもらってもいいですか。ユニバーサルのダンサーさんっていう風に、なんかインスタグラムで書いてありましたっけ。インスタも書いてる。一応プロフィールとしていろいろ、いろんなとこに元ユニバダンサーですとかす、ね、プロフィールは書くようにしてるんですけれども、 そのプロフィールを拝見して、いいなっていう風に思ったのと、YouTube とかも見させていただいて、ありますで、なんだろうな、なんか人柄も分かったし、レッスンの様子だけじゃなくて、そのさやねはママダンサーってことで、はい、でそのママになる前はユニバで踊っていらっしゃったってことで、そのテーマパーク関係も分かるし、ママの気持ちも分かるし、子供の気持ちも分かるし、であとはそのディズニーダンサーって最近すごいインスタ上
とかそういう SNS 上では溢れてるけど、ユニバのユニバーサルスタジオジャパンのダンサーですっていう風に書いてあったりだとか、その SNS だとかに、あんまりいないなっていう風なイメージで。確かに、はい、言ったらダメなんですかね。私そのうちユニバから怒られるんかな言ったらあかんのかね。契約ももう10年くらい前なんで、私ダンサーしてたのが、もしかしたら今のダンサーちゃんからしたら私ユニバで踊ってますっていうのを言ったらダメな契約なのかもしれない、わかんないけど。素晴らしい経歴なので、それを、ね、出したもん勝ちじゃないけど、やっぱ出した方が、なんか出してるところがまず素敵だなと思って。遠い昔ですけど、やってました、やってました。はい。で、本当にその貴重なんですよね。やっぱこの田舎からしても、東京、名古屋、大阪とかに行けば、ディズニー上がりの先生のレッスンが受けれたり、ここもまあそうなんですけど、ディズニーのテーマパークダンスはできるけど、USJ スタイルといいますか。そうですよね。そう、それをやってる先生がやっぱなかなかいらっしゃらないので、本当に私たちにとっては、そう、貴重な先生だなと思って今回お呼びしました。長くなりましたけど。後輩とかだって言ったらね、今現在、まあ、私からしたら同期でこう、ユニバーダンサーの子がいたりとか、でも今同期の子は同世代なんで、逆にユニバーで振付師をしてたりとか、あとは、もう後輩が今もその専門学校出たので、ダンスの専門学校の後輩ちゃんが今、ユニバーダンサーしてたりとかっていう形なので、私からしたら結構あんまり珍しくない、まあ、ただその、なんて言うの、ユニバのダンスってやっぱストリートダンス寄りだったりするので、みんなこうテーマパークダンスっていうよりかは、ジャズファンクですとか、ヒップホップですっていう形で、私もそうで、ジャズファンクの先生ですっていう風には歌ってるんですけど、今回テーマパークダンスを教えてきてくださいでご依頼いただいたので、私初めてテーマパークダンスを実はワークショップしたんですよ。あ、そうなの。あ、私ってそっか、今までジャズファンクの先生、なんか得意分野だと思ってたんで、ジャズファンクが。だからジャズファンク教えますっていう風にメニュー表にも全部書いてたんですけど、確かに。あ、そっか、みたいな。今回だから代表からね、オファーいただいて、はい、あ、私ってテーマパークダンス教えれる人なんだ。はい、あ、そうだよね。ユニバーだってパフォーマンスしてたもんね、みたいな。語っていいスキルなんだっていうところを、こう今回知らされて、はい、あ、本当だ、私このジャンルも教えれんじゃんと思って、はい、ちょっとまあ初めて実はやったんですけど、あ、まあ、でも全然、その専門学校とかでも講師もしてたので、はい、あの全然レッスンメニューはパタパタパって組めたんですけれども、はい、かすっごい楽しかった。私テーマパークダンスも大好きなので、そうですよ、ね、こう教えられてめっちゃ楽しかったですけど、なんかさやねえがレッスン中に、あのミニオンとか、なんかマリオとか、キティちゃんとか、いろんなキャラクターのワードを出しててくださったので、なんかすごい子供たちも、あの、ユニバの、なんだろうな、テーマパークのイメージがどんどん湧いてたと思うし、なんか、本当にユニバもテーマパークってことを、あの、みんなにもちゃんと分かってほしいなって思って、あとは、なんだろう、もし子供たちが大きくなってた時に、そのディズニーだけじゃなくて、やっぱサヤネーもインスタで発信してるように、この間ユニバのダンサーのオーディションがあったと思うんですけど、ね、そっちにも目を向けてって、欲しいなと思う。近いしね、愛知と大阪。そうですね。そうだよ。近いんだから、来たらいいんだよ、大阪に、うん。夢も広がるじゃないですか、そうすると。じゃあ、ディズニー落ちたから、ユニバ行こうとか、ユニバ落ちたからディズニー行こうとか、いろんな、あの、考え方があると思うんですけど、なんかその選択肢の一つとして増えたらいいなと思って。これ、私びっくりしたのが、幼稚園の先生だったんですよね、もともと。幼稚園は2年で、その後に保育園でまた1年やってって感じで。ああ、なるほど。3年やりましたね。3年保育の、その、そう、まあ、子供たちと関わるお仕事やったけど、はい、もう、ダンス。ダンスですね。あと全部その3年間が、年長さんだったんですよね。次1年生に行きますっていう、あの、年の子たちをばっかりを見させてもらったので、なんかもう本当に、まあ、一回一回やりきった感がすごいんですよね。やっぱ年長さんって行事も多いし、確かに1年が超えて、そう、そうなんですよ。昔で言うと30人31曲みたいなテレビ、あ、わかります？なんか足つないで、その全力さが毎回、運動会もそうだし。懐かしい。そうそうそう、懐かしいですよね。あったね。ありましたよね。なんかああいう感じだったんで、やりきったなっていうのもすごい正直あったし、全部年長だったんで、そういうのも支えてくれたんですね。もうママは大助かりで、幼稚園の先生には本当頭上がりますよ。お世話になっております。そうなんです。なるほど。でもそこからダンスの方に行って、すごいのがさ、やっぱその先生一回、私みたいにさ、ストレートにダンスの専門学校からユニバ行ってもダンス道ドーンな人じゃなくて、一回その幼稚園の先生挟んでから、
でもダンスの仕事を取れていったのがすごくない？そう、まあ、そうですよね。自分でそうっていうのがすごいですよね。だってまあそのテーマパークダンスができたのもそうです、はい、アイドルちゃんのバックダンサーもそうだし、あとなんかプリキュアショーとか、あーそうですね、そうですよね。あと何でしたっけ、アンパンマン、アンパンマンショーとか、はい、そう、私ファミリーコンサート系もめっちゃ出たいんですよ、うん、やっぱ子供産んでから子供が喜ぶコンサート系に出たいなと思うんですけど、まあ受からないんですよ。だからすごいなと思って、だからそういうね、ご経験もされて、すごいですよね。だからみんな今なんかこうくすぶってるじゃないですけど、今違う就職先ついてるけど、うん、ダンスしたいなっていう人は多分励みになるんちゃうかなと思って、一回ダンス大学生までで辞めてね、就職したけど、そうやってそっからダンスのいろんなステージに立った経験がある。そして今はね、こちら あの愛知県で代表としてダンス教室もやられてるということで、なんかそんな人もいるんやねっていうところで、そうですよね、もう私がいろいろほんまに教えていただきたい。あの経営に関してはもう全くダメだったんで、私は。それもやられ、年下でね、やられてるということで、ほんまにすごいなと思って、YouTube の方で見て、いろいろ見ていただいて、はい、お声掛けもいただいたということで、見続けてくれた理由みたいなのも、見続けてくれた理由、そうそうそう、知りたいんですけど、この動画よかったですか？サヤネが言ってたのは、人の人生が好きだって言ってたじゃないですか。なんかドキュメンタリーじゃないけど、専門学校とかで教えてた時も、生徒たちに、なんかその、なんでここに来たのとか、なんか話が多くなっちゃうとか言って、それもサヤネのキャラかもしれないですけど、す、私もドキュメンタリーとかすごい大好きで、あ、またレッスンの時になんか今日何してたのとかも聞くし、子供たちに、うんうん、なんだろうな、なんかそれ人その子その子それぞれの過ごし方があるし、まあこれ幼稚園上がりかもしれないですけど、うんうん、なんだろうな、その子のなんだろう特徴を捉えて教えてってあげた方が伸びるし、子供たちも、うんうん、なんか。そういうなんか人としてつながるじゃないけど、そうだからそれをさやねえが毎回出てるゲストダンサーの方たちにそれをやってて、はいはいはい、超楽しいよゲストトーク、いろんなことを掘り下げて聞いてて、ダンスファンなんで、本当オタクがダンスファンがあのダンサーにお話聞きたいって聞いてるだけの、はい、なんでダンサーの人たちがその人生の先輩もいれば年下の人も多分いたと思うんですけど、あ、いたいたいた、そうなんかすごい、うん、確かに年齢幅広いな。すごい、それを聞けるっていうのがすごい貴重なダンサーとしての YouTube だなと思ったし、さや姉さんしかそういうのやってる人がいないんで、やっぱいないんですか。そのダンス動画以外でもトークでも伸びてるなって思うのは、やっぱこうシットキングスさんのカズキの種とかは、やっぱカズキの種さんとかはすごい視聴者数上がってすげえなとか思うんですけど、やっぱ彼らはやっぱパパで、まあ、男性なので、うんうんうん、またちょっと違った目線なのかなとも思ったり、そう見てるんですけれども、うんうん、だからやっぱいないのかな、え、ママダンサーいないんですか。ユニバを経験されたにもかかわらず、はいはい、まだなんか自分の子供に見せたいっていう言ってたじゃないですか、そのディズニーで例えば受かってそう、あのその姿を見せたかったりとか、その島次郎コンサートだったりとか、そういうのでもなんかその姿がすごい衝撃を受けたっていうか、なんかやっぱダンサーって結婚するまでの方が輝けるのかなとか、なんだろう、ママになったら、まあうん、目的がね、また変わるよね。そう、なんか何て言ったらいいのかわかんないですけど、ママになったらあの挑戦できないんじゃないのかなってやっぱ思いがちかなって思うんですけど、あ、なるほど、うん、なんかそこをちゃんと貫いて、うんうん、なんだろうな、ママでもやりたい、できる、頑張るっていうのを発信してるのが打率悪いですけどすごい感動して胸打たれて必死っす、あのね、もう皆さん、とりあえず行動して、何でもね、アウトプットしていくってことが大事ですね。もうよかった、私も続けてて。お腹すいたんで、はい、ぜひ、はい、代表とご飯に行きたいと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。スタジオ出てきて、ちょっと晩ご飯をね、ちょっとせっかくなんで愛知で食べてから、帰ろうかなっていうことで、ちょっと代表の方と一緒に晩ご飯食べてきました。なんか、ほら、愛知県っぽいでしょ？味噌の、味噌煮込みおでんがあったので、ちょっとこれを。
ど、飲まないです、ノンアルです。飲まない、帰りママチャリで帰るんで、ノンアルコールビールをね、ちょっと乾杯していこうかと思うんで、お願いします。というわけで、お膳来ました。めっちゃ美味しそう。じゃあこれだけ取って、じゃあ。美味しそう。すごいな。なんかもう愛知といえば味噌やん。食べてきたの。飲めます。いただきます。というわけで、ただいま東京というわけで品川駅に戻ってまいりました。お疲れ様でした。眠い。今何時？ワッツタイミング。多分11時は過ぎております。多分11時ぐらいだと思います。いつもだったら子供たちをね、こう抱きしめてゴロ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 寝てる時間なんですけど、はい、終わりました仕事。いやでもなんか充実しました。なんだかんだツーレッスンやりきれたし、あ、まだまだ体力あるんだな自分っていうとこはちょっと自信につながったワークショップになったかなと。でね、今回お声掛けいただいた、方、代表の方もね、すごい可愛らしい方で、本当にこれからまた呼んでいただくことがあればまた頑張っていきたいなと思います。全然呼んでくださいって感じで全然レッスンできます。もし今回の動画見てさやねに、出張レッスン、まあ日本全国どこやろかまあ、ご相談いただけたら、日本全国もしかしたら海外もしかしたら海外かもしれないというところで、ぜひ行きたいなと思いますので、ちょっとレッスン料だったりあと交通費のことはちょっとご相談をお願いする形にはなると思いますが、ぜひねさやねにレッスンしに来てほしいということであればご相談受けたまわりますので、ぜひ LINE 公式アカウントや DM の方を送ってください。対応していきたいなと思います。今日はもう明日もパートやし、はい、そうなんです、朝パートなんですもう帰って寝ますね、すごいですね、田舎の方でもそうやってダンススタジオやってらっしゃるっていう方だったので、ね、そういうね地方の方でも頑張ってるし、うちのスタジオにもぜひ教えに来てほしいなっていうのがあれば、ぜひぜひコメント欄や、DM の方お寄せください。というわけで次回また何の動画になるのやらまた夏休みのね、イベントがあれば撮っていきたいなと思います。はい、では今回は以上となります。ありがとうございました。シャーネでした。ほなな。眠たい。